ではののかちゃん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ののかちゃんも有名人なんで。有名人じゃないよ。いや、今はね、ちょっとね、前よりはかもしれないけど、うん、やっぱ知ってる人は多いわけじゃん。まあ、歌舞伎町というか繁華街だけね。今、性加害問題、はい、松本さんの出てるじゃない、うん、あれについて、ののかちゃんなりの話が聞きたくて。コンプライアンスってやっぱ時代によって変わっていくよね。変わる。だからこれに関してどうなのか。未成年は気をつけてください言われた。やってないよ、やってないんだけど、その弁護士の人にやっぱ言われてた。それ厳しくなったからみたいな、そういうの。それってさ、男の人とかおっさんが言われるような忠告書。あ、そうそう、忠告。どうかと弁護士さんに未成年気をつけてる、気をつけ、未成年は気をつけてるみたいな。だから要はさ、うん、執行猶予がついたね、うちって。あ、そっか。そうで、だから例えば車の運転しちゃダメだよとか、ラブホテルに行く男の子はちゃんと身分証で年齢チェックしなねとかね、そういう風に言われたことがあったのがあるね。うん、で一番そのコンプライアンス的なところでびっくりしたのが、うちがキャバクラで働いてる時って、まあ要は俗に言うさ、1時までのお店ってさ、有料店とか高級店って言われて、で3時ぐらいまでのお店が中級店で、5時6時までやってんのが深夜店っていう、このなんか3部類で分かれてたわけ。うちは1時までのお店で働いてたんだけど、まあみんな酒飲んでた。それ14年前。え、未成年か。そう、うち未成年だった当時。ダメって言われなかったもん。周りも飲んでた、周りの未成年も飲んだし。だから、あ、いいんだと思ったの。14年前は、うん、キャバクラは未成年がたくさんいて、うん、酒をバンバン飲んでた。だうち18から働いてるじゃん。あ、そっか。そう、でみんな飲んでた。え、でもそれ厳しくなるタイミングだったでしょ。あった、いつだっけな。だからやっぱりあれかな、コンビニでなんかちょっとうるさくなってきた時期ぐらいだったと思うんだよね。うちのお店だと未成年2人働いてんのね、うん、白いバンド付けさせてて、未成年の子は飲めませんっていう。あ、未成年マーク、お客様が分かるように。あ、そう。へー。一番高い未成年のそのノンアルシャンパンで3万円なのね、うん、お客さんってさ、飲ませに来るっていうのももちろんあるんだけど、やっぱ一番はその女の子に売り上げつけてあげたいじゃん。だから普通にベレーポックとかアルマンドとか入れるわけよ、未成年の女の子に。でも乾杯させないよ、一滴も。ジンジャーエール持ってく。あ、でお客様が飲む。そう、買いもないうち未成年にお酒飲ましたこと。性加害っていうものに関しては、うん、なんかじゃあどう思う。で、あれなんか松本さんのやつはぶっちゃけ同意じゃないですか。で、気持ち悪いなとは思うよ、純粋に。うん、うちはあんま好きじゃない、そのなんで男が女を買うの、なんで女が男を買うのってダメみたいな。なんで常に男がっていう、その主導権なのっていうのは嫌だなって思う。ちょっと男女平等って考えるとね。そう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 、その点に関してはうがってくる部分が。ののかちゃんってまあ自分からさ、うん、やりたければもうやりに行くぞって感じかもしれないけど、でもののかちゃんってやりたい人も昔いっぱいいたわけじゃん。なんかやらせるような流れをなんか仕組まれたのに気づいたとかっていう時とかある？なんかあるよね、やっぱりこう飲ますよね、飲ましてくるよね。あ、まず、はいはいはい。で、農家じゃね、気づくの。でも、あ、これ多分そういうそっちに持ってってるぞみたいな。まあ、うちとエッチしたいのかな、可愛いやつだなとか。でも農家ちゃんがそっか、最後は主導権だもんね。やるかやらないか農家ちゃんに。あ、うち決めるよ。そうだよね、うん。なんかちょっとわかんない、有名人だから断れないのかわかんないけど、うちは断るもん。お金使うお客さんでも断る。無理、ね、普通に無理。あ、だから無理っていうか、やんまり今日はまあすごい王道だよ、ちょうど。もうこんなこと言わないでくださいよ、もう野々さん残念ですって思われるかもしれないけど、だから生理だとかさ、はいはいはい、生理でもいいじゃんっていう人いるかもしれない。生理で私やったことないしって言って、嫌なんだよねってまず言う。確認させろって言ったらさ、それはさすがにまずいと思うけど、そんなことまでは言われないと思うから。で、あとはやっぱり親が一応実は門限があって厳しいとか、うんうんうん、この時間まで帰ってきなさいとか、明日実は親戚のお葬式があって、それに行かなきゃいけないから早いから無理だとかさ、親が倒れたとかさ、何でも逃げようあると思うの。逃げようなんて絶対あるから。
でも向こうもお酒に酔ってるし、松本さんだし、いいやって絶対思ったはずなのよ。ね、言っていい、うん、うちならやりたいね。だって自慢できるじゃん。ああ、そっかそっか、なっちゃってやったよって。そう、しかもかっこいいし、うん、ね、笑いもできるしね。そう、なんかもう例えばなんかだ面白いからさ、お酒飲んでなこの人楽しいなって、あ、ちょっとなんかいいなって思っちゃうと思う、うちは。でもみんな絶対そうだったはず。うちって超ベーシックな人間だから、うちが思うってことは8割ぐらいの女の子は絶対そう思うはずなの。そうやって、あ、じゃあお酒飲んで、あ、この人楽しいなって優しいわけじゃん。しかもあの人ってさ、そういうなんかだから優しい優しいって言われるじゃん。だから、あ、優しくされて、あ、別にまあいいかなとかあると思うんだよね。ただその後の対応がもしかしたらダメだったかもしれないけどね。もしそういう風に言われるんだったら、まあ、タクシー代を3000円しかくれなかったとかさ、フォローが下手くそだった、その後もっていうのはあると思うし、でも逆にそのなんていうのかな、まあ、タクシー代3000円ってあんまキャバクラでもさ聞かないけどさ、タクシー代って言ったらもうまずは1万円、そう、1万円スタートだから、うん、あ、スタートスタート、お、多い人はどれくらい、うちこの間100万もらったよ。うん、だからね、多分周囲にある方だろうから、やっぱそういうところで返される時にこういう風にされたとか、あ、その後冷たかったってなるとやっぱうって思っちゃうんだよ。それは人だからさ。でも逆にお金払いすぎちゃうとさ、そんな風俗営業の許可取ってないのにさ、斡旋したやつだよね。そうですね、うん、じゃあそれぐらいが妥当だと思うよ、3000ぐらいがいろいろ考えると、だいろいろあるんだって芸能人だって。もしかしたらそれ考えて3000だったかもしれない。でも野々花ちゃんがキャストに斡旋することってあんの？ない。それはやらない、絶対ない。絶対あの人も真っ暗にやった方がいいよみたいな。ない。ない。あるよ、例えばなんか席でさ、ちょっと距離が空いてたらさ、もっともっと近く行った方がいいんじゃないみたいな。で、逆にうち間に入っちゃうからいいのみたいな。そんなに間に空いてるってことは、うちの席ってことみたいな。そうすると女の子寄るから、だからそれぐらいはやっぱりこのキャバクラとしてのあの一応ホワイトのラインでこうちょっとくっつかせてあげたりとかもあるけど、して恋はないね、やっぱり。今回の桜井ののかなぎさりいかがだったでしょうか。今回は性加害と、コンプライアンスのことについてね話させていただいたんですけれど、半年でね変わったりとか、経営者の方、これから経営しようと思っている方はね、特にあの法律にあの気をつけながら、どんなね風に変化していったのかっていうのをね気をつけながらやっていっていただきたいなと思います。今回のこの動画がいいなって思った方、ぜひともチャンネル登録、そして高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。インスタグラム、ツイッター、TikTok の方もやっておりますので、あ、やべ、Twitter つってる、X もやっておりますので、そちらの方にもぜひ遊びに来てください。桜井ののかでした。じゃあね。